こんにちは、ピースレザークラフトです。今日のこの動画は、前回この YouTube チャンネルで募集させてもらったラブ&ピースフォトコンテストの結果発表っていうことで、やっていきたいと思うんで、まあ送ってないっていう方もね、面白いと思うし、面白いように喋りたいと思うんで、ぜひ最後までご覧ください。じゃあまあ早速、結果発表ということなんですけども、まあ結果発表の前に私から言っておくと、その前回この募集をする動画の中でね、0通だったらどうしようって、まあ実際どこまでね、そのピースが、認知されてるかとか、まあ買っていただいた方はもう、結構な数いるんですけども、その方に届いて送ってもらえるのかなっていうことで、応募ゼロだったらやらせで僕が写真をするとか、僕の知り合いに無理クソやらせるとか言ってましたけど、非常にありがたいことに応募はいただきました。で、もうぶっちゃけ言っとくと、応募自体は、2通でした。でこの数がまあ少ないか多いかとかよりもね、僕はその2人の方が送ってくれたっていうことがすごく嬉しかったし、それについて今回発表できるっていうのも結構いいなと、テンション上がるなみたいな感じで思ってます。で、順番にそこを発表しつつで、2通と言いつつ写真は4枚見せますんで、残りの2名はさしてくださいという感じでいこうかなと思います。じゃあ写真、送られてきた写真の発表っていうことなんですけども、お一人目、ブックリバーさんという方が送ってくれた写真で、こんな感じです。はい。でいただいているコメントが、仕事終わりの夜に軽くメンテナンスしてますっていうことで、もういいですよねって、いいって感じなんですけども、結構これもう数年になると思うんですけども、ピースのミニマム財布で、カスタムオーダー入れていただいて、ウォレットロープをつけるためのドロップハンドルっていうのと、ウォレットロープ自体もこの時は、ウォレットロープってうち出してなかったんですよ。でこのブックリバーさんからリクエストをいただいて、いろいろねメールでやり取りさせてもらって、こういう長さで編み方から使ってる、まあこれナス缶、ヨットナスっていうもんがついてるんですけどね、フロントに。こういったものを、選んで、じゃあこれでいこうっていう感じで作らせてもらったのとても覚えてます。で僕も本当に、ウォレットロープ、まあ実際自分でも既製品のやつ持ってたりはしましたけども、こうやって作ってみていい感じにできたなと思ってとても喜んでいただいて、でそれが、今こういった形で、再び見せてもらえるっていうことがすごく嬉しかったし、で実際財布の経年変化、ウォレットロープの色の変化、これ本当に普通のヌメのね、ナチュラルの革なんですけど、めちゃめちゃいい色になってるし、傷とかもなくね、大事にしてもらってんなと思うと、感激ですね。本当にすごくありがたいです。で、まあ写真の発表とはちょっとだけ話ずれるかもしれないんですけども、この財布ね、今ピース売ってないんですよ。でこれのメンテナンスをする動画とかもうちのチャンネルにあって、それもかなりの数見ていただいてね、で今もあれないんですかっていうことでお問い合わせをよくいただくんですけれども、僕自身この財布ってピースのかなり初期なんですね。でこの頃よりも今はどんどんまあいろんなことをね思うようになって、でまあデザインのやり方、作り方、いろんな部分でやっぱり時代ごとに僕はちゃんと節目を設けたいと思ったんで、
廃盤にさせてもらいました。で、売ってくださいって言われて、そこでね、いいですよって言ったら、儲かるんですけど、正直な話。これをこのまま出すっていうのは、なんか違う気がして、今、廃盤です。で、復刻するかもですけど、その時には全く同じものは出さないと思います。多少なりとも構造を変えると思います。その時代時代大事にしたいと思ってるんで。ということでご理解いただけたらなと思います。このまま欲しいっていう問い合わせ来ても、ないですっていう返事になっちゃうんで、その辺はご了承くださいね。ということです。はい。次の写真。送っていただいたのは、トミーさん。はい。いただいたコメントが、大好きなジーンズの経年変化とともに楽しんでますということで、商品はトラッカーウォレットですね。で、まあかっこいい感じで使ってもらってるので、まあこれはコーディネートサンプルみたいな意味でも非常にいいんじゃないかなと思います。で、一つお断りしておくと、この写真に写ってるウォレットチェーンはちょっとうちのとは違うんで、別にそれ全然悪いと思わないですよ。自由に楽しんでもらえればいいんでね。なんで、このセットが欲しいって言われても、うちではこの写真で言うとトラッカーウォレットだけで、うちはうちで別のウォレットチェーン出してるんでね、まあそっちと、あとはまあこの写真見てこういうウォレットチェーン探していただいて買っていただけたらと思います。で、まあ私見た感想として、まあまあそのどちらもね、ジーンズも、こういうトラッカーウォレットも使うことによって味わいが出るし、楽しんでもらえててよかったなと思います。で、あとまあ写ってるデニムがね、なんせいいですよね、これね、リーバイスの S501 の WX っていうことで、ああいいセレクトをしてはるなって思いました。で、シンプリファイド 501WX でしょ。で、これって、47年とか、まあ62年までぐらいかな。ちょっとあんまり詳しい数値僕も暗記はしてないんであれですけどもね、そういったすごくヴィンテージの501で、これがマジモンなのか復刻なのかわかんないですけども、復刻であったとしてもこれは結構いいやつなんで、まあこうやって使ってもらえる通な感じでね、持っていただいてて嬉しいなって思います。で、まあデニム僕も大好きなんで、語り出すと長くなっちゃうからこの辺にしときますけど、とにかく、かっこよく使ってもらってありがとうございますっていう感じです。はい、次の写真なんですけども、もうここからはうちの写真です。最初に言ったように応募いただいたのは2通なんでね。で、これはうちのスタッフK氏のやつです。で、ものはロングナローベルトですね。で、まあこういった感じで、リジットのデニムらしいです、これ。マジのインディゴだと思うんですけどね。これと、この虎の T シャツ、そして革ジャンみたいなね。なんか、男臭さ満点みたいな感じで彼は使ってるんですけども、まあこういった感じで。で、ロングナローベルトに関して、まあうちとしてもね、こうやって使ってもらうと本当にハマるアイテムだと思うんですよ。アメカジコーデのど真ん中に来るじゃないですか、ベルトってね。そういう意味でもこの垂らしてる具合とかね、そういったものがまあラフ&タフな感じに見えていいんじゃないかなって思います。で、トラがだいぶこの写真の中で主張してて、ベルトを食うとるやんけとか思いましたけど、まあまあ
なんで虎なんって聞いたところ、虎年やからっていう、あのごくごく単純な膨らましにくい返答で、あんま膨らまんなと思いながらまあまあこういった感じでね、あの参考にしていただけるんじゃないかなと思ったんで、入れました。はい、最後になります。最後は私の写真ですね、見本で見せた。でまあもう一回あの見せたいなって思っただけなんですけども、あのこういった感じでね、あの夜やっぱり自分の財布ってめでる時間あるっていいと思うんですよ僕は。でめでる、触るイコールメンテナンスみたいな感じになるんで、まあそれが今回全体的に対してあの僕が送ってほしかった。まあやっぱりせっかくね僕も手作りで作って売ってるんで、愛してほしいし、めでてほしいし、でどんな風に楽しんでるのかなって、それを知りたかったし、そこに向けて今後も、頑張っていろいろ作っていきたいって思いがあったんで、まあまあそれの見本としては良かったのかなと思います。で、まあ、今回あの応募がね、あの何百通とか、まあもともと来るとは思ってなかったですけど、もうなくてあれですけども、本当にお二方、まあうちのスタッフも入れれば3人が、楽しんでもらえてるっていうことが何より最高だなと思いました。良かったなと思うし、あの今回ね、あの急に言ってっていうのもあったかもしれないんですけども、あのお約束してたみたいに定期的にやっていきます。でお二方次も応募してもらっても普通に僕はあの同列で審査しますんでね、そのあたりはご安心くださいっていう形ですね。はい、それじゃあ、いよいよ結果発表ということで、言ってましたみたいに、優勝の方にはこのねトラッカーフェイスのキーケースっていうのと 20% オフクーポンで、2位の方が 15%、 3位が 10% みたいな感じで言ってましたけども、じゃあ発表っていうことで言わせていただくと、ブックリバーさん、トミーさん、ありがとうございます。どっちが上とか下とかじゃなくて、もうお二人に、私から感謝を込めてキーケースと 20% オフクーポン送らせてもらおうと思います。こんな2通でね、お二方に対して、ね、順位つけるとか、そんななんか申し訳ないし、そんなことできないし、僕としても今回のこの本当にありがとうっていうのを伝えたいんで、これ使ってほしいなと思うんで、これと、20% オフクーポン送らせてください。本当にありがとうございますということで、お二方とも当然うちの購入履歴あるんで、住所とかね改めて聞かなくても送れるんで、送らせてもらおうかなと思います。で、一つお断りとして、うちは受注生産なのでね、これからお二方分のこれを作らせてもらうんで、ちょっと日にちだけごめんなさい、見てください。5月半ばから後半ぐらいに届くように送りますんで、楽しみに待っていてほしいなと思います。ということで、まあまあ本当に、まあ、僕はやってよかったなと思います。なかなか作って売ってだけだと、皆さんのどういう感じで使ってもらってるのかとか、まあインスタとかでねたまに上げていただいてるやつは見たりとかもするんですけども、ダイレクトに感じたかったっていうのは本当にこうやって伝えていただけて嬉しかったなと思います。はい。で、最後なんですけども、まあこういった感じでね、いろんな企画とかメンテナンスとか、もちろんピース売ってますんでね、商品紹介みたいな感じで、どんどんこういった感じでチャンネル盛り上げていきたいなと思うんで、今回の動画が良かったなと思う方
方はこのいいねボタンで応援してください。それとチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もして、応援してもらえるとすごく励みになるんで、ぜひよろしくお願いいたします。今回は本当にありがとうございました。